青菜とかゆかみいしょ。えぐちすぎでしょ。着物みたいなもんだし普段は着ないんやろ。学校の制服とかであるで。シンプルイズベスト。ベトナムでこの格好は暑いし無理。こういうのって胸触ったら捕まるん。てかみんな胸でけ。ベトナム人って可愛いよな。なんでこんな異の民族衣装にしようと思ったんや。隣の国には胸丸出しの民族衣装もあるくらいだし、触り心地最高やろうな。青菜って下着なしできるものだし、実際はもっとスケスケな生地らしいぞ。身体のラインが美しくないと映えないやろな。普段から着てもっと薄汚れたやつ腹でいよう。シンプルで清楚なのに色気を出せる神衣装やな。バット作るのに使う木ってなんやって。青だもん。